今日はねねの質問コーナーをやります。イエーイ。めちゃくちゃ久しぶりです。でインスタで質問を募集したら、はい、いっぱい質問いただいたので。何これ、いっぱいたくさん質問ありがとうございました。では答えていきまいみます。じゃあいきますね。いいですか？ではいきます。はい。ねねちゃんは何をしているときが一番楽しいですか？友達と遊んでいるとき、うん、そうだよね、めっちゃ楽しんでるもんね。うん。キックボクシングを習おうと思ったきっかけは何ですか？クリードの映画です。あれを見て習いたいってなって、うん、ブロリーにもなりたいってなってそ, う、ね、それで始めて、かっこよくなりたかったんでね。最近好きなキャラクターは何ですか？最近好きなキャラクター、アニメとか、ね、アニメとか、アニメでもいい、何でもいいの。おしりたんてぷぷっと私の顔はおしり型よ、覚えときなさい。おしりよ、これはおしりだったの。服はね、おしりの脇上なの。みんなよく見て。おしりたんてはね、歯がないから、歯ないでしょ。ほらほらほら、これめちゃくちゃ多かったんだ、この質問。多分一番多かったんだけど。何？好きな男の子はいますか？いない。いないね。うん。どんな男の子が好きなんですか？タイプ？うん。外人っぽくて嘘つきじゃなくて優しい人。外人っぽい人がいいの？え、ハーフっぽい人ね、好きでも。ああ、かっこいい人多いもんね。うん。好きな俳優はいますか？俳優。俳優ってテレビでドラマとかやってる人。全然知りません。あと映画とか。ああ。クリード。ああ、あの人ね。かっこいいよね。名前知ってる？ホワイトラビットだって。マイケル B ジョーダンだって。ああ、マイケルか。マイケル B ジョーダンです。はい。キキちゃんとは喧嘩しますか？1日に100回はしてます。お手紙と一緒にもらって嬉しいものは何ですか？お手紙と一緒にもらってってどういうこと？ファンレターいつも。もらってるじゃん。ファンレター送ってもらってるじゃん。お手紙と一緒にもらって嬉しいものは何かある？だ、一緒に、え、ねえと一緒に。すごいいろんなのいただいてるからね。全部です。お姉ちゃんの一番大変なことってどんなことですか？妹やゴーはわがままを言うことです。その相手するのが大変なんだよね。そうだよ。キキはわがまましか言わないし、ゴーは、まあ、ゴーが泣いたら笑わせようとしてるのに泣くんです。どうにかしてください、看護師さん。もうおんまゆにはしないんですか？おんまゆって、あの眉毛の上の短さの前髪、短い前髪にもうしないんですか？しないわよ。こんなカチューシャとかね、可愛い髪型してるのよ。ゴーくんが大きくなったら一緒にしたいことは何ですか？鬼ごっことかくれんぼと、ゴーが好きな、うん、になったらブロリーとか、うんうん、クロードとかクリードとか好きになったら、うん、クリードごっことか、うん、ブロリーごっことかドラゴンボールごっことか、あ、いいね。でねねが敵ねって言われて、分かったよって言って仮面作って、うん、それでゴーが悟空とかでイヤーとかってやって。戦いごっこか。うん、あ、いいね。男の子やるだろうね。はい、パパの好きなところを教えてください。親切にしてくれることです。ママの好きなところはどこですか？親切にしてくれることです。キキちゃんの好きなところ、ねねが約束って言った時、うん、こうやってやるじゃん、約束って、うん、それを聞き、約束って言ったら約束ねって、うん、なって、そこが面白いからさ。そこが好き。そこが好き。好き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 。ゴーくんの好きなところはどこですか？ん？ん？あ
れ、ゴーがいるとして、はい、ねんねんにとってほしいものがあったら足つかんで、はい、あっちあっちとかって教えてくれるところ分かりやすいからちょっと好き。そこが好き。うん。ママの好きな料理は何ですか？何でもいいんだよ。そぼろとコンソメスープとツナときゅうりのおかずと照り焼きチキンです。将来の夢は何ですか？キックボクシングのチャンピオンです。頑張ってるもんね。はい、本当に頑張ってるよね。はい今興味があることは何ですか？興味、あ、受けつっていう人がやっているゲームをやってみたいのよ、うん、あれね、 YouTube のやつね。髪の毛を染められるとしたら何色にしたいですか？ただいまチキルスねね、色は、うん、青。青、あ、いいね。自分を一文字で表すと何ですか？心。学校で楽しいことは何ですか？校庭で遊ぶことかな。あー、いいね。歯は何本抜けましたか？ 1,2,3,6 本かな。好きな給食は何ですか？給食ミルパ。ねねちゃんが尊敬する人は誰ですか？尊敬って、あー、この人すごいなとか、こういう人になりたいなって思う人。誰でもいい、どんな人でもいい。マサト。可愛い決め顔をしてください。好きな芸能人は誰ですか？芸能人、ビートたけし。おー、いいね。ねねちゃんがいつも何事にも頑張れているのは何でですか？理由はね。好きな言葉は何ですか？言葉、うん、食べてすぐに寝たら牛になる。それが好きな言葉。好きな歌は何ですか？中島みゆきの空船と地上の星と糸、うん、あー、そうだよね、めっちゃ好きだよね。まだ兄弟が欲しいと思いますか？はい、女の子が生まれたら、ななちゃんっていう名前にして、もう名前決まってんのか。うん、ななにして。一番今好きなお菓子は何ですか？一番好きな、あのパリパリバニラチョコアイス。ねねちゃん、キキちゃん、ゴーくんが大人になった時、うん、3人でやりたいことは何ですか？え、あの、うん、あれ、倉庫借りて、うん、なんか寿司ラーメンとかがやってるドッキリとかみたいなのやりたい。あー、そうだよね、面白そうだね、3人でやったら、うん、やばそうだね、なんかね。ゴーはさ、ゴーの頭からさ、うん、ねねは倉庫の前からさ、開けてさ、うん、パカってやって、ゴーの立ってるところ、キキがそこで止まっててねってやって、ゴーの髪の毛にベチャってペンキつけて、それでゴーが坊主にするか、ドッキリか、ハゲにするか、どっちか。ゴーにドッキリやるんだ。最近あった嬉しいことは何ですか？遊園地に行ったこと。算数は得意ですか？得意じゃない、苦手。得意じゃないです。ねねちゃんから見て、キキちゃんがお姉ちゃんになったなと思うことはありますか？あ、あの西松屋の動画で、自分のお小遣いなのにねねとかキキとかの分も買ってきてくれた。うん、他にやってみたい習い事ありますか？とりあえずね、ないな、うん、今はなし。行ってみたい国はありますか？国？日本じゃないところ。タイ行ってみたい。タイね、行きたいね。タイと、うん、アメリカと、うん、イギリスと、うんうん、トルコ。トルコ。トルコ。え、だってトルコ日本に優しいし。だから。そういうことか。YouTube でやってみたいなと思う企画はありますか？ん？め。今のは危機です。あ、あるある。これパパに忘れてほしいんだけど、パパを一日中ドッキリする企画。
で、ネネがここにいてパパが出てきそうになったら、ちょ、なんと二人、順の勘の一致とかって起きたら、ネネがパパが目開けた瞬間、ちょ、なんとやって言って驚かす。将来プロボクサーになりたいですか？なってみたいけど、うん、もっと練習しなきゃ恥ずかしい。あー、今のままじゃね。うん、でも、じゃあなりたい。うん、休み時間は何をして遊んでるのが楽しいんですか？中休みとか、うん、校庭で遊ぶ日は校庭で遊ぶし、うん、校庭じゃない日は、うん、折り紙とか話してる。家族仲良しの秘訣は何ですか？秘訣って、秘訣。仲良くいるためにしてることっていうか。仲良くいるためにしてること、まずまず思いやりを持つことです。あー、なるほどね。いいこと言うね。ねねちゃんの好きな色は何ですか？いっぱいあるんだけど、一番好きなのが水色。お、なんでそんなに可愛くて面白いんですか？なんか可愛すぎるとなんかプリキュアみたいにフリフリとかやって入っちゃうから。だけど可愛く、可愛い、可愛すぎじゃなくて、可愛いは可愛いで、面白いは面白い。それ混ぜるとさ、あのなんかさ、なんかさ、何意味が分かんない。なんかさ、うん、そうやるとさ、うん、なんかあれ、なんて言えばいいの？オッケー。何？うん、可愛すぎと、あの、うん、何？なんでそんなに可愛くて面白いのか教えてほしいんだって。可愛すぎると、うん、フリフリとか、うん、可愛すぎると嫌だからし、面白すぎて逆に、うん、バカみたいにふざけてるみたいだからあれだから、可愛いと面白い半分半分にして、合体にして面白くする、うん、ああそれがネネなの？うん。あそうなのね。そんな考えてるんだね、うん、髪の毛をどれぐらい伸ばすんですか？これくらい。長女で良かったことは何ですか？最初の3歳の動画とかのことでもいいの？ああ、もちろんもちろん。あと長女だと、なんかキキとかゴーが生まれてない時は、うん、ネネとかだけにサプライズとか、ネネとかだけに甘えてくれるとか。そうだよね、独占だもんね。好きな教科は何ですか？教科、好きな教科ね、うん、国語と字書くから、うん、やっぱ字書くことがね大好きだから、うん、国語と図工と生活が好き。友達100人できましたか？数えきれないほどできました。生まれ変わるとしたら何になりたいですか？生まれ変わるとしたら、うん、空を飛べる、手ぶらで空を飛べる人間。おー、いいね。だってでーす。オロンガー少女の歌を聞きたいです。いいよ、まだオロン立つんだ。立つの。これはね、絶対練習だから。オーロン一番歌います。オーロンガいつものあれだよ。オーロンガ少女あれも一番歌いますとかって言われても2番とか3番も知らないよ。歌ってくれなんて言ってない。ところが好きですか？沖縄ワールド。好きな人がもしできたらママとパパに話しますか？話すよそりゃ。で、大きくなったら結婚するのとかって話すよそりゃ。今身長は何センチですか？118か119。119だよね。うん、チビなんです。背の順はクラスで何番目なんですか？前から、あ、4番目。
結構前だね。得意な教科と苦手な教科を教えてください。得意な教科は体育で、苦手な教科は算数。この間カメラの電池が切れちゃったので別の日に撮影してます。はい、4年ぶりだよ。今一番食べたいものは何ですか？今、うん、今、たった今、今まだ朝ごはん食べ終わって9時だけども、特にお腹が減ってるから。減ってる？お腹が減ってないから大丈夫。今はなしですか、うん、はい。じゃあ好きな飲み物は何ですか？アクエリアス。ねねちゃんは嫌なことがあった時どうしますか？嫌なことがあったら言い返すでしょ。毎日笑っていられる理由は何ですか？え？心が明るいから。おー、いいこと言うね。宝くじで1億円当たったらどうしますか？家を買う。おー、いいね。好きな格闘技の選手はいますか？ボクシングとキックボクシングでもいい。全部格闘技だから。まずキックボクシングではマサトと、ボクサーではフロイド・メイウェザーで、ムエタイでは、うん、ブアカオかな。好きな YouTuber はいますか？ YouTuber 最近あんまり見てないからね。うん、わかんないかな。あ、ウケツ。どんな人と結婚したいですか？だからこの前言ったじゃん、ハーフっぽくて嘘つきじゃなくて変態じゃないって。初めてできたお友達はどっちから声をかけましたか？ねね。一日の中で好きな時間はどんな時間ですか？例えばフェルティミシンやってる時とか、遊んでる時とか、絵本読んでる時が一番。おお、そう。絵本読むの楽しいから。うん、お姉ちゃんかお兄ちゃん欲しいと思ったことはありますか？あります。ディズニープリンセスでは誰が好きですか？ムーラン。おお、そうだよね。好きなジブリの映画何ですか？おお、ジブリか。何？ジブリ結構好きだよね。あ、千と千尋の神隠し。ああ、そうだね。いつもトレーニングをしていると思いますが、一番きついと思うトレーニングは何ですか？坂道 100m の20本ダッシュです。うん、家族での一番の思い出は何ですか？一番の思い出、なんでもいいよ。オレンジ全部。好きな歌手はいますか？中島みゆき。一番好きな変顔は何ですか？ジャニーズで知っている人はいますか？嵐はわかるよね多分。だけどね、興味ない。あ、そうだよね。あんまりああいう系はね、格好つけてみた。ああ、じゃあアイドル系がそんなに好きだよ。お洋服のサイズはいくつですか？上がだいたい130で、下が110。110から120、うん、最近は120入ってることが多い。今まで家族で旅行に行ったところでまた行きたいところはありますか？沖縄、沖縄センス。コラボしてみたい YouTuber はいますか？ウケツ。そうだね、面白そう。こんにちは、ウケツです。もう最後です。はい、土日は何してますか？遊びか。いろんなことやってる、うん、トレーニングやってるじゃん。ああ、ダッシュもやってるし、晴れだった、うん、4時半まで遊んで、4時半からトレーニング始めて、うんうん、それでは以上です。 お疲れ様でした。たくさん質問ありがとうございました。また見てね。バイコーン。バイバイ。わさび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 。あ、クーピー食べよう。あっ、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 あっ